chica, bom chica, honmyo wa morokata, bom chica, bom chica, oi wa shogaku 2年生, bom chica, bom chica, boku mo anata mo daisuki sa, koko wa, so sa, miyakonjo.皆さんこんにちは。都城学校給食センター栄養教諭の出水です。令和5年度都城市ふるさと給食はじゃん、これです。今回はなんと宮崎牛のサイコロステーキ、その名も都城サイコロステーキが給食に登場します。ぼんちくん、ひーくん、見てみて。とっても美味しそうでしょ。毎月16日はひむか地産地消の日です。そこでひむか地産地消の日を挟む11月13日からの週で、今年度も都城市では全国から寄せられたふるさと納税の寄付金を活用してふるさと給食を実施します。ねえねえ、ひーくん知ってた？ここ都城市は令和4年度ふるさと納税受け入れ額がなんと日本一になりました。すごいでしょう。都城市にふるさと納税でご寄付くださった全国の皆様、そして都城市の返礼品の提供を行ってくださっている事業者の皆様、本当にありがとうございます。皆様のおかげで今年度も都城市の小中学生に学校給食で宮崎牛の最高に美味しいステーキを食べてもらうことができます。本当にありがとうございます。そしてここ都城市は農業がとっても盛んで、宮崎牛以外にも様々な農作物が作られています。そこでこれから都城市の農業のことをよく知っている都城市役所農政課の久野さんに、都城で採れる農作物について教えてもらおうと思います。それでは早速行ってみましょう。都城市役所にやってきました。それではこれから都城市で採れる農作物について都城市農政課の久野玉江さんに教えてもらおうと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて久野さん、都城市は農業がとっても盛んですよね。はい、都城市は農林水産省が発表した令和3年の農業産出額が約902億円で3年連続で日本一となりました。そして牛、豚、鶏肉などの畜産部門がこの8割を超えています。このように都城市は畜産がとっても盛んなんですよ。ふるさと納税受け入れ額でも日本一、農業産出額でも日本一、都城市ってとってもすごい町なんですね。久野さん、畜産が盛んなのはよくわかりましたが、私あの都城市の広い田んぼや畑が大好きです。あの田んぼや畑にはどんなものが育てられているのですか？都城市の田んぼや畑の風景とってもいいですよね。私も大好きです。あの田んぼや畑では私たちの食生活に欠かせない様々な農産物が育てられています。さてこれは一体何でしょう？わあ、稲、お米ですね。そうです、
お米です。ではこれは何でしょう。あ、奇跡の大豆、宮大豆ですね。さすが出水先生、よく知ってますね。はい、都城の学校給食では宮大豆をよく使っていますので。この他にも都城市では里芋やさつまいも、ごぼう、ほうれん草、しいたけなど美味しい農作物がたくさん取れます。都城市、ますます大好きになりました。久野さん、ありがとうございました。学校給食でも都城市で採れる農産物を積極的に使っていきます。よろしくお願いします。あ、そうそう、久野さん、今年度のふるさと給食はなんと宮根城最高ローステーキが給食に登場します。へえ、美味しそうですね。都城市の小中学生が羨ましいです。でしょ。久野さん、せっかくの機会なのでこの宮崎牛を都城市で育てていらっしゃる生産者の方をご紹介いただけませんか。わかりました。では薬師さんを紹介しましょう。ありがとうございます。こんにちは。農政課の久野さんにご紹介していただき、お話を伺いに来ました。どうぞよろしくお願いします。薬師さん、お忙しい中ありがとうございます。薬師さんは牛を育てるお仕事をされていますが、日頃どんなことに気をつけていらっしゃいますか。はい、一番気を使うのは牛の健康です。そのため毎日見回りをして牛の健康状態をチェックしています。また成長や健康状態によっても餌を変えなければいけません。ですので餌にも大変気を使います。より良い肉質の和牛にするためにたくさん勉強もするんですよ。なるほど、たくさんのご苦労があるんですね。薬師さん、今年度はなんと宮根城最高ローステーキが給食に登場します。小中学生の皆さんに何か伝えたいメッセージはありますか。はい、日本にはいただきます、ごちそうさまでしたと、とっても素敵な食事の挨拶があります。食事をするときは命や食の大切さ、自然の恵みなどに感謝する気持ちを持って挨拶してほしいです。そして食べるということを大事にしてほしいなと思います。薬師さんのメッセージを学校給食を通してしっかりと伝えていきたいと思います。ありがとうございました。最後に都城市池田市長から子どもたちへメッセージです。小中学生の皆さん、こんにちは。都城市長の池田でございます。本日の給食はふるさと給食となっています。このふるさと給食はふるさと納税を活用して皆さんに都城の美味しい食材を食べていただくものです。都城市のふるさと納税は全国の皆様からたくさんのご寄付をいただいており、令和4年度にはふるさと納税の受け入れ額が4度目の日本一となりました。このふるさと納税を使って今回皆さんに用意したのは、都城で育てられた宮崎牛の最高のステーキです。本日のふるさと給食を実施するために協力してくださった多くの方々に感謝をしながら、都城が誇る素晴らしいお肉を存分に味わってください。